はい、それでございます。今日はですね、こちら厚揚げですね、こちらを使って、厚揚げ納豆をね、作りたいと思います。まずね、こちら厚揚げの方はですね、焼き台で焼きたいと思います。はい、これね、焼けてきてます。そしたらね、裏でね、両面焼いてください。焼けましたんでね、カットして盛り付けたいと思います。そしたらね、お皿にカットしてね、並びました。あとはね、きわり納豆を使います。まあ普通の納豆でもいいんですけどね、きわり納豆の方がね、美味しいと思います。まあね、このタレもね、使っても大丈夫なので、使いたい方はこれを使ってください。はい、で、タレを入れたらね、よく混ぜて、で、ね、納豆をね、厚揚げに乗せてください。そしてですね、たっぷりのね、長ネギですね、水でさらしたやつ、あとみょうがの刻みですね。これで、ね、完成になります。そしたらね、移動して食べたいと思います。はい、それではね、テーブルの方やってまいりました。そしたらね、醤油をね、少しかけてね、いただきたいと思います。まあ納豆にね、醤油入ってるんでね、このままかかっててもいいんですけどね、食べてもほんのちょこっとね、それでは食べたいと思います。はい、いただきます。うまっ、うん、この厚揚げの、焼いた後にパリパリ感、これ最高ですね。それで、そしてこの納豆とネギがね、めちゃくちゃ相性あってすごいうまい。この薬味も、みょうがの薬味もね、非常に美味しい。これ絶対皆さん作った方がいいですね。うまっ、うんうんうん、うまい。グー、めちゃくちゃうまい。そしたらね、よかったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、郷土料理の方なんですけどね、全国の、9月後半もしくは10月からね、やっていきたいなと思っております。それまでね、ちょっと自分の方がちょっとね、バタバタでちょっとね、やってる場合じゃないのでね、ちょっと簡単なものしか今、動画撮影できませんのでね、ご了承ください。またね、そしたらね、また次回動画でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ、シュー、ネクスタイム。